カタリナ事件は1952年6月にソビエト連邦のジェット戦闘機がバルト海域の公海上で2機のスウェーデン機を撃墜した事件。冷戦期間中の軍事的衝突により発生した外交的危機である。ソビエト連邦は1991年のソビエト連邦の崩壊まで公式にこの事件への関与を否定していたが2003年に2機の撃墜された。 位置が特定され、引き上げられた。事件で最初に撃墜された機体は DC、DC-3 旅客機から派生した、軍用輸送機ナグラス DC-3A-360 スカイトレインであった。この事件以降メディアでは単に、この DC-3 として扱われるようになった。1952年6月13日に当該機は、スウェーデン国防電波局の任務で、 死銀と活動を実施している最中に、五塚サンド島の東で行方不明となった。この事案で期待とともに8名の搭乗員全員の命が失われたが、このうち3名はスウェーデン空軍所属の軍人、その他の5名はスウェーデン国防電波局所属の文民の死人と要因であった。当該機はもともと、 アメリカが衆国のシリアルナンバー四十二の五千六百九十四として九百四十三年に製造され、アメリカ陸軍航空軍の第十五兵員輸送飛行隊に配属された。北アフリカ戦域で用いられた後に、イギリスのバークストン・ヒース空軍基地に配備された。九百四十六年二月五日に、フランスのオルリー空軍基地から、西ドイツのハーナウ陸軍飛行場を経由して、 ブロンマまで運ばれ、5月18日にスカンディナビスカ、アエロ社の民間系 SE アップスとして登録された。最初の事件から3日後の1952年6月16日に2機のコンソリデーテッドス5カタリナが行方不明となった DC-3 をエストニアの北方で捜索していた。このうちの1機シリアルナンバー47002がソビエト軍機に撃墜されたが、 西ドイツの貨物船、ミュンスターランドの近くに、不時着水した5名の搭乗員は救助された。ソビエト連邦は、この DC-3 の撃墜を否定したが、数日後に、ソビエトの硫酸弾の痕跡を残した救命ボートが、発見された。1956年に、スウェーデンの首相のターゲーエルランダーとの会談で、ソビエト連邦の指導者、に聞いたフルシチョフは、 この DC-3 の撃墜を認めたが、当時はこの情報は公表されなかった。スウェーデンは40年近くも当該機は後方訓練飛行を実施していたと主張していたが、搭乗員たちの家族からの圧力を受けて、ようやくスウェーデン当局はこの DC-3 がイギリス製の機器を装備して、NATO のためにスパイ活動を行っていたことを認めた。 1991年に1950年代、初めに大佐であったフュード・シンクレンコ将軍は、自身が1952年に、スクランブルで迎撃に向かったミグ -15、ビス戦闘機へ、この DC-3 の撃墜を命じたことを認めた。スウェーデン空軍博物館に展示されている DC-3 の残骸2003年6月10日に、航空会社の機長と歴史家のは、 スウェーデンの企業マリンマットナイク AB の協力を受けてソナーを使用して水深126メートルで撃墜された DC-3 の残骸を発見した。しばらく後には語りなきも公式の墜落地点から22キロメートル東の地点で発事件から52年後の2004年3月19日に DC-3 の残骸は約200立方メートルの沈殿物とともに 凍結されて引き上げられた。この残骸は調査のために、息子海軍基地に運搬、保管され、2009年3月13日に、展示のために、リンシェーピングにある、スウェーデン空軍博物館に運ばれた。2009年5月5日に7万9001機の1、12模型が空軍博物館へ対応された。撃墜された DC-3 に残された弾痕はこの機体が、 ミグマイナス -15 ビス戦闘機に撃墜されたことを示していた。コックピット内の時計の一つが11時28分40秒、セットで停止していたことから、正確な墜落着水時間も特定できた。これまでに搭乗員8名中4名の遺体が発見され、明確な身元確認がされている。ありがとうございます。